今回初めて開けたロンジンのハーフハンターですけど、二重蓋になってましたね。シルバーで二重蓋ですね。機械はですね、ちょっとこのロービートにもありましたけど、まあ、12-68Z。これが入ってましたね。12-68Z ですね。添付のところでちょっと確認しましたけど、同じでしたね。まあだからこれはやっぱり1920年代なんですね。10年代かと思いましたけど、このロンジンの、まあ添付も振りも、まあ分解掃除もしてないですから、まあどうかっていうのもありますけど、まあ今でも振ってますけれども、まあこのあれですね、12-68Z ですね、キャリバー。まあ珍しいのかもしれません。はい、これが入ってます。